こちらは津幡町、走る川井姉妹がお目見えしました。東京オリンピックのレスリング女子で姉妹揃って金メダルを獲得した川井梨紗子選手と友香子選手、その偉業を称え、地元津幡町では今日からおよそ1年間川井姉妹のステッカーを貼った町営バスが走ることになりました。すべての皆さん方が川井姉妹が金メダルを取ったということを喜んでおられる、それをやはり形に表したい。町役場には金メダルを掲げた2人の等身大パネルも登場。2人の間に入って記念写真を撮ることもできます。まだまだお祝いムードが続く津幡町、来月3日には町からスポーツ栄誉賞が贈呈されます。